日の角度は30度。どうもゆきりぬです。いやー、今年ももう終わりですね。早い。去年の1月とかからそんな時間が経ってると正直思ってなくて、で今年は YouTube を全力で頑張るっていうところを自分の中の目標として過ごしてはいたんですけど、決まり事でね、毎日投稿するとか決めてた割にはあんまり毎日投稿したりとか決まった時間に投稿することができなくて、非常に申し訳ない気持ちもありつつ、自分の中ではいろいろ頑張れたかなと思っています。タイトルでもあるんですけど、去年のね動画とかをいろいろ見直してたら、ちょうど去年の1月1日のチャンネル登録者数が4万とか5万ぐらいだったんですよ。なんですけど、今年に入ってね、こんだけチャンネルが大きくなっていろんな方に見ていただけてるっていうのが本当に自分の中でもすごくびっくりしているところがあって、ありがたいなというか、なんて言ったらいいんだろう、状況が飲み込めてない気がします。振り返ってみるとね、今年はすごく自分の周りの環境が変わったかなと感じます。というのも YouTube のね活動を通して本当にいろんな人と話したりとか、コラボ撮影をさせてもらったりとか、まあ、単純に友達が増えました。本当にすごい増えた。私はねイメージというか思ってることとしては、結構 YouTube って家で動画撮影することが多いじゃないですか。あんまり外にも出ないし、このまま一人ぼっちなのではないかと思っていたんですけど、なんかいろんな撮影で一緒になったりとか、ご飯に行ったりとかして関わりを持つことができました。あれなのかな、結構イベントとかに参加したっていうのももしかすると大きいかもしれないですね。まあ、そんなこんなで突然ですが、私の今年印象的だった出来事ランキングベスト3を発表したいと思います。まず第3位は、ドゥルル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 じゃん、チャンネル登録者数が30万人いったことです。私の中でですね、30万人っていうのはすごい目標にしてた数字だったんですよ。正直びっくりしましたね。そう、でもなんで30万かって言われると、それなんかわかんないんですけど、感覚かな、このぐらいになったらいいなと思ってた目標を思ったより早く達成することができて本当に嬉しかったです。本当にありがとうございます。そして第2位はですね、ルル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 じゃん、初耳学でテレビ出演をしたことですね。あんなに大きな番組で5分ぐらい出たっていうのがすごい驚きでしたね。まさかテレビに出ると思わなかったんで本当に驚きました。偶然というかたまたまというか、番組が求めてた YouTuber 像とうまく合致したみたいで、女の子の YouTuber さんって結構いろんな人いるじゃないですか、メイク系の人とか。それだとバレちゃうっていうので私になったようです。いろんなことをやっといてよかったなって思いました。そして第1位はですね、ドゥルル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 じゃん、韓国の動画が200万再生いったことです。めっちゃ嬉しいんですよ。200万っていうの一回も行ったことなくて、動画自体もね、私あれはすっごい大変で、実は旅行が2泊3日で行ったんですけど、10分ぐらいに3日間を凝縮したせいで編集が鬼のように大変だったんですね。でしかも次の日にすればいいかもしれなかったのに、いやもう今日どうしてもこんなに頑張ったからあげちまえみたいな。なんでその編集の頑張りが報われてよかったなって個人的には思いました。その他にもイベント結構いろいろ参加したのが良かったなって思いました。視聴者さんに会えるイベントとかに参加すると自分の中でモチベーションにつながったりとかもしたので、行ってよかったなって思いました。なんでまあ来年もね、多分いろいろイベントとか行くこともあるかなと思うんですけど、ぜひ会いに来てくれたら嬉しいなと思います。私もすごく楽しみにしてるので、来年も引き続き頑張っていきたいと思いますので、応援していただけたら嬉しいなと思います。本当に2017年は皆さんありがとうございました。皆さんのおかげで頑張れたなって思うし、いろんな思い出もできたなと思ってるので、来年もいい年にしたいですね。それでは今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それから Twitter と Instagram もやってるので、ぜひフォローしてください。それではバイバーイ。